おっと、忘れるところだった。イタリア料理はどうも好みじゃないが、こいつだけは別なんだよな。あなたはあなたで勝手に食べればいいでしょ。お前、有名な言葉を知らないのか。何を食べるかじゃなく、誰と食べるかだ。陰気なやつと食べたら何食っても美味しくなくなるぜ。重要だ。やっぱり夏はこれだよな。それだけだと栄養が偏りそうね。相変わらずサラダだけのやつには言われたくないね。でも、涼やかでいいわね。ようやく落ち着いたぜ。あとは半熟の目玉焼きが乗ってりゃ最高だったんだが。食事中だぞ。ノートを取るのはやめろ。今日の朝食は大葉とシトラス風味のカッペリーニがメインか。カッペリーニを見るとそうめんが食べたくなるよな。食進んでないみたいだな。別に。のイカの綿焼きが冷めちまうからな。
理が好きなんだね。いただく。